ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。皆さん、明けましておめでとうございます。白神吹雪です。明けましておめでとうございます。狼ミオです。はい、この番組はホロライブのプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから、毎回メンバーが交代しながらパーソナリティを担当して、アイドルには欠かせないスキルが、まあ、学べるのかわからない番組です。こちらは、白神とミオが担当します。そうですね、学べるかどうかはわからない。学べるかどうかちょっとわからないんですね。ちょっとね、疑問を持っておりますね。そうです、毎回ね疑問を持ってるんですけども、どうなんですかね。ということでですね、このホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴けなと41回目ということで、めっちゃ数ね、やってるんですね。おお、いやー、これ40回ってことは、だいたいあれかね、去年の3月とかから始めてるのかな。かな。あ、じゃあもうすぐと、まあ、あともう2ヶ月ありますけども、1周年が来ると。いや、1周年ではきっとなんかね、大それたことがあるんじゃないかなと。今まで出演したメンバーに、あの、アイドルポイントをね、全部駆使してみんなに何かしらプレゼントがあるんじゃないかなっていうのはね。そういえば アイドルポイントなんてものありましたね。そうですね、なんか勝手に使ってって、はい、な、存在してくメンバーがいると聞きまして。使われてんの、あれ。そう、使われてるらしいですよ。なんか飲み物や食べ物に使われてるとかなんとか。いや、一瞬だったからね、我々全員に何かしらね欲しいですね。我々だってなんか使いますかとも言われたことないよね。そうですね、しかもポイント全然残ってないらしいです。どうなってない。どういうことだ。どういうことだ。ちょいちょいね使われてるらしいんですけど。マジで。いやいや、辛すぎますな。まあ、今年はじゃあいっぱいもっとね貯めて、なんかもっとね大きいことができるようになっていきたいですね。大丈夫、もっともっと大きいことに散財されるだけでは、うちらかもしれない。じゃあちょっと貯めた頃にあの呼んでいただければと思います。ふずみをまた、ね、あのできたら、はい、あのスタッフさんから、よかったらポイント使いますかという言葉が聞ける年になりたいですね。そうですね、なりたいですね。そうなってくれると嬉しいですけども、まあまあ年明けになりましてね、我々2人ということはですよ、うんうん、まあ、年始に発表ありましたね、はい、ございましたね。ございましたね。私とミオンとあやめちゃん3人のユニット、はい、いろはにほへっとあやふぶみ。名前が今聞くとやっぱりなんかぽやってしてる名前ですけども、うん、まあまあまあそうですね。はい、まあ、2022年はね、この3人いろはにほへっとあやふぶみでちょっとユニットとしても頑張っていけたらいいなと。いや、頑張りたいですね。頑張りたいですね。これ、いろはにほへっと、ちょっとまた後でいろいろと話しますけどね。まあ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 、名前の由来とかいろいろね。なんやねんって感じよな。なんやねんって感じですけどもね。なんか、なんでこうなったのかとかね、まあ、そういうのもこの後いろいろお話できるかな、はい、できるかなかな、まあ、ということで、早速始めていきましょう。ホロライブアイドルのラジオ、本日も、せーの、私たちの歌聞けーねー。ぬれる。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聞け。改めまして、白神吹雪です。狼美代です。いや、先ほどはずれましたな。いや、無理だって、そうですね、まあ、というのもね、うんうん、今日はだって、うん、なんていうと、いろいろありまして、リモートで収録をしてますので。そうなんですよ、スタジオじゃないんですよね。そう、スタジオで2人でいたら、もうせーのでバチコーナーうんですけどね。そうそうそう、今日はリモートなんで、ずれるわずれるわということで。そう、もう電話で2人で話せないじゃない、や、歌えないのと一緒。そうそうそう、そんな感じなのね。そう、合わせようと思ってもなんかバラバラってなって、うん、あ、そうなんよ。自分今何喋ってんだろうってたまになっちゃうと思うんですね。言うことは分かる、私たちの歌を聴けって分かってんだけど、ミオの声が聞こえても、キュ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 みたいな。つられるつられるつられちゃうんですよね。ということで、オープニングトークでも話しましたけども、はい、ちょっといろはにほへっとあやふみについてもね、ちょっとお話ししたいんですけども、こちら、聞かないとね、うん、ね、まずあの
なんでこの名前になってしまったのか。なんでだったっけ。なんでだったの。和っぽい名前がいいよねみたいな。あ、そうだ ね、 あの和っぽい話、和っぽい名前にしようっていう話になって、うんうんうん、でそれでなんかあやめふぶきみゆの名前もちょっと入れたいなみたいな感じで、ほう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 、確かうちが思いつきでいろはにほへっとみたいな。あ、そうそう、あ、そうだそうだ、みゆがなんかほへっとってやつで、ほへっとって思いながらもう、でもね、かわいいなってなっていろはにほへっと、うん、で、まあ、うん、まあいろはにほへっとだけだと3人の色が全くないから、うんうんうん、それであやふぶみを入れようかっていう話になったんだよね。ね、これ今思ったんだけど、あやめはあやで、ふぶは白髪で、みゆだけみっていうさなんか、あ、みゆだけ、そういえばこれみだけじゃねえと思って、そう、あやふぶみのあやと、あやふぶみのうぶと、あやふぶみのみですってそう、なんか今さらだから、あやふぶみおとか、なんかみおとか入れてよかったかなと思いつつも、あやふぶみおはちょっとあれかなと思って、やっぱ語呂ってあるじゃん。まあまあ確かにね、あるみみあやふぶみのみです、みです、みおらしいといえばらしいですけどもまてな感じで、でも和になり、和がいいって言いつつも、なんかあや、うん、3人の要素入れようと思ったらこんな感じになってしまったと。そうね、まあ、ね、運営さんにね、名前自分たちでつけていいですよみたいな感じで、そうですね、なんか案がありますかって言われて、そういう形になったので、この名前になったことを恨むのであれば、我々に命名権を与えた運営さんだと。あ、そうですね、まあ、この後に出てくる人もにもちょっとね、ちょっと責任があるのでね、あそこちょっと責任追及していきましょうか ね、まあ、そうですね、まあ、そうですね、はいはいはい、まあまあまあ、まあ、またね、いろはにほへっとはね、この後のコーナーでもね、たくさん語れると思いますので、はい、いや、語っていきましょう、語っていきましょうね、まあ、はい、このラジオですね、まあ、収録してるの現在2021年なんですけども、まあ、放送は2022年ということで、まあまあ、はいはい、ちなみにみおは2021年どんな年でしたか。いや、2021年は意外と穏やかだったなと、うちの中では。あ、穏やかな。うん、はぁ、そうかな、白髪は結構みおはなんか、うん、折り曲も出たりとかさ、あ、なんか結構そういう面ではなんか、あ、みお来たなって感じの年かなって思ってたあ、ほんと、うん、なんかね、2020年がいろんなこと怒涛にありすぎて、あー、まあバタバタしてたもんね、2020年もね。そうそうそう、うんうん、2021年はね、うん、なんかこう自分の中で配信のペースとかもちょっとつかめたし、うんうん、なんかこういい感じに、うーん、いい感じだったなみたいな。あ、やりくりが上手になったんだね。もう配信慣れというか、自分でそういうスケジュールとかな、いろいろ管理できるようになった。あ、そうそうそう。成長の年やんけ。まあね、まあ、ね、一応目標の健康第一という部分に関しても、うん、今年はそんなに咳込んだりとかゲホゲホやばくないし、おうおうおう、まあ、強いて言うなら喉にネギがくっついた事件ぐらいかな出た、ネギミヨーだネギミヨー、ネギミヨー、ネギミヨーね、ぜひ知らない人は検索してほしい、ネギミヨーで出てくるはずでそう、ネギさんにネギがくっついた、うん、それぐらいかな、重いかな、うん、でも刺身ヨーもあったやん刺身お刺身ってこと、これアイドルローラージョで流してほしかったんですけどね。あ、刺身を文化放送に響き渡る、そうそうそう、文化放送に響き渡る突然の電波ソングみたいなお刺身ってことうん、まあ、ある意味結構最強な電波ソングが出来上がってしまったんですけれどもね。ねえ、なんかちょっと流してほしいですね。まあでもね、白髪もね、去年はまあちょっと年末の金恋耐久があまりにもいい印象が強すぎて、そうだね、なんか金恋耐久があまりにも印象強すぎて、うん、他2021年何したっけってなったあれ確かにそう、あれもなんか11月末から の27日間の金恋で全てかっさらわれてた感が。そうだよね、そうそう、何してた2021年2021何してたかなでも結構穏やかに過ごしつつも、推し活もしつつ、うん、でもね、ソロの曲はなきにしも、うん、ユニットというかペアとしてのキャラの歌、はいはいはい、すごいいっぱい歌えたなっていう。確かに、でも吹雪は結構関係性みたいなのがめちゃくちゃ多いからね。いや、ありがたいね。しかもみんな結構行動派なメンバー
だからもうやろうやろうみたいな感じで言ってくれるメンバーが多いので、はいはいはい、なんかそういう面ではすごいやっぱりいいなって。なるほど、ね、楽曲が社会にもいっぱいなんか歌えたなっていう年でしたね。そう、まあ、あとはなんかホロライブ全体通していろんなクリエイターさんとさ、なんかこの人とコラボみたいな、この人携わってるのとかが本当に多かったなとは思いますな、はいはい、いやそうだね。そう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 、カナタのり曲もあのイーゾンスクエアガーデンの田淵さんとか、はいはいはい、そうそうそう、顔合ってたりとか、なんかイラストレーターさんでもすごい、わこの人わわわって人がたりとか、なんかホロライブもすごい人たちとこうお仕事ができるようになったんだなってのも2021年に思いますな。いや感じますね、それはね、感じますね本当に。2022年もよろしくお願いしますです。いやお願いします。もっとでかいことができるんじゃないかと思ってしまうよね。え、でかいって言ったらなんだい。なんだろう、ジャスティン・ビーバーとチャラボするとか。ジャスティン・ビーバージャスティン・ビーバーとコラボする。いやそれはやばいです。英語頑張んなきゃね。確かに英語頑張んなきゃいけないよ。それはそうだな。あ、でもそれすごいな、確かに。いやいいな、いや大きいこと。宇宙行く我々も。宇宙でも100億円かかるらしいよ。やごヤゴ宇宙行くとかさ、ヤゴが宇宙に行って、ヤゴが宇宙に行く、あの iPad かなんか持ってってもらって、その中にうちらが映してもらえば、うん、うちらも宇宙に行ったということになるのでは実質。そういうことだ、我々バーチャルだからね、確かに。あ、そう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 、持ってってもらってヤゴにじゃあ宇宙行ってもらうってことだでもあれらしいよ、あの帰ってくる時の生存確率3、あの97% だから 3% の確率で死ぬらしいやめろやめろやめてくれ、すり抜けで、すり抜けでガチャよりも確率高いぞやばいやばい、いや 3% いやまず本当に 97% も信じる、 100% 以外信じれませんからね私来年野号はどうなるのか本当だよ、恐ろしい ね、まあ、ここまでいろいろ話してきましたけども、リスナーさんのメールを紹介するの忘れましたね、はい、あ、リスナーさんのメール紹介しましょう。ひたすら喋ってるだけになりました。こちらですね、リスナーさんからの、あのいただいたメールを紹介するコーナーもございましたので、はい、ちょっとみおじゃあこれ、はい、読んでいただきましょうかね。読みます。はい、ラジオネームしかたなんさんからです。ふぶきさん、みおさん、こんばんみお、こんばんみお、こんばんみお、いつも楽しく拝見させていただいています。さてご質問なのですが、ふぶみおとコンビで呼ばれることが多いお二人ですが、配信スタイルなどは結構違っているように思います。その上でお互いの実は似てる部分や共通の趣味などがあればお聞かせいただけると幸いですと。確かにね、配信スタイルは全然違うけどね。確かに配信スタイルとか、ね、なんかいろいろとこう違う部分は多いよね。そう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 、似てる部分、なんだろう、なんかその共通の思いっきりこうわーってやるわけではなく、なんかミオとなんか一緒にいたら割とこうのんびりできて、あ、そうだね、あ、そうそう、なんかぽやーんってしてるところかな、お互いでぽやーっとしながら、今何やってんの、そうそうそう、ね、ポケモンやってる、あ、なるほどね、なんかね、そんな感じのふわーんとしてそうそう、なんか別にそんな気使うとかそういうのはないんだよね、ミオ。あ、そうだね、お互いがお互い好きなことをやって、で、うんうんうん、そう、なんかダラーンとする感じだよね、うん、そうね、それに対してちょっと興味あったら聞いたりとかそう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 そんな感じだから、うん、でもなんか、うん、こうおかころは結構さ、なんかもう、うん、わちゃわちゃって感じなんか、あ、そうだね、そうそうそう、わわキャッキャなんだけど、ふみおはどちらかというとのほほんっていうかもう熟年夫婦みたいなね、そう熟年、そうそう、熟年みたいな感じそう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 、お茶飲む、うんみたいなそうそうそう、はいみたいな、ありがとう、今日何するみたいな、なんかね、そういうさ、うん、そうそう、本当に熟年夫婦、うん、そうだね、収録終わった後どうする、用事ないならご飯行くみたいな、ご飯行くかみたいな、うん、そうね、何食べたい、肉、じゃあ肉探すか、うん、そんな感じでね、結構のんびりのんびり、そうやね、はい、しておりまして、うん、じゃあ熟年夫婦ということで我々は、はい、あまりなんかこう、ね、うん、何かを共有し合おうとかいう感じはないですね。
そうですね、まあ、でものんびりのんびりしております。はいはい、ということで一通しか紹介できなかったよ。なんでやねん。我々がいっぱい喋りすぎてしまった。あー、まあいつものことやな。そうですね、はい、まあ、お便り自体はいっぱい来てたそうなのでね、皆様本当にたくさんのお便り日々ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き私たちホロライブアイドルプロジェクトへのメッセージ、楽曲の感想や番組へのツッコミなど何でもお待ちしてます。お待ちしてます。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、プレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。ではではここで一曲おかけしたいんですけども、いや2022年もですね、この曲とかのお話をするにあたってなんか出てくるらしいんですけども、ちょっとみおさん、誰だ誰だ、いい感じに呼んでいただいてもよろしいですかね。誰なんだ一体、誰なんだ一体、この方です、どうぞ。はい、明けましておめでとうございます。相変わらずホロライブスタッフの友人 A です。今年もよろしくお願いします。そう、皆さん毎回ハードル上げて出てくのめちゃめちゃ恥ずかしいですね。がっかりだじゃないですか。だよねみたいな。いや、なんか2022の新しい挨拶とか来るかなってちょっと期待しちゃったんですけど、新キャラ来るかなとか。そうそう、どういうキャラがいいですか。自分で答えてくれるってこと。そういうこと。なんかちょっと、はい、なんかきらびやかな感じで。きらびやかな感じ。あ、いいですね、こんにちは、オロライブスタッフの友人 A です。いやいや、幼稚園バカっぽいんですけど。幼稚園なんですけど。違うか、すみません。なんか もっとセレブっぽいけど、どうもみたいな。どうも、よろしくお願いします。やだか、なんか違うな、ちょっと教育ママ感出てたな。あ、ダメですか、ちょっと厄介そうな感じでしたかね。なんかモンペ感ありました。ありましたね。じゃあなんで違うんですよ、イロハニーの皆さんおめでとうございます、結成おめでとうございます。ありがとうございます。なんかユニット名ね、決まる瞬間立ち会ってたんですよね、先ほど。多分ちょっと圧をかけられた気がしてたんですけれども。そうですね、はい、もういい名前ですよね、皆さん。お、いいってコメントがたくさん流れてますよ。どこのコメント見てるんだ一体。どこ流れてるんだい。流れてるはずなんですけれどもね、すごくでも覚えやすいし、和風っぽいし、もうあやふぶみもめっちゃ伝わるし、なんかそのまま和菓子になってもよくないですか。なんかいや、なんかこの名前出してこの名前でお願いしますって言った時に、はいはい、一旦社内で確認させていただきます。ダメだな、違う違う違う、多分出せと思ってんだろうと。そういうことか。違うんですよ、ホロライブもね、やっぱり大きくなってきたんで、こうなんかこういろいろチェックがあるんですよ、いろんなスタッフ。なるほど、ね、ダサくないかダサいかチェックじゃない。じゃあこのイロハニホエットアヤフブミはいろいろなチェックを乗り越えて、品質チェックをこう乗り越えて出てきたもの。品質を乗り越えて残った、最終残ったのはイロハニホヘッドアヤフブミですよ。なるほど、そうなんですよ、そういうことなんですね。ぜひぜひこれからユニットとしてもね、ぜひぜひよろしくお願いします。いや、お願いいたします。お願いします。楽しみですね。さあ本日かける曲なんですが、もう最初記念すべき鬼ケモダンスという楽曲です。イエーイ。こちらパンダボーイさんが担当されておりまして、パンダボーイさん、今までも楽曲担当されておりますよね、ブルームアイドルプロジェクトの中で。ブルークラッパーとか。そうです、そうです、そうです。ブルークラッパーのパンダボーイさんでございますが、皆さんちょっとこの楽曲最初に聞いた時どうでしたか。すごく可愛いし、なんか明るいし、皆さんのイメージにぴったりじゃないかなとかって思ったんですけれども、ぜひぜひ感想を聞きたいです。パンダボーイさんが、うんうん、あまりにもホロライブを熟知しすぎているという。そうですよね、そう、バカにしすぎたんですよ、歌詞とか。いや、そうなんですよ、なんかちゃんと特性をつかんで曲を作っているなというのを感じて、すごい、箱愛感じましたね。感じましたね。研究し尽くされてるんですよ、きっと皆さんは。見られてるってこと？見られてるってことですね。なるほどな。いや、ありがたいですな。ありがたいですね。なんか作家さんもすごくなんかこう皆さんの楽曲を作る上でやっぱり分かり手だなって思う方すごく増えてきたイメージがありますよね。ホロライブの楽曲、いろいろ2021年いっぱい出ましたけれども。ですな。いや、でもこの鬼ケモダンスやっぱ最初に聞いた時にさ、はいはい、かわいいもあったんだけども、うんうん、いや、なんかやっぱこういう楽しくて面白い曲歌うの楽しいなっていうのはね、うん、
いや、わかるわ。収録の時めちゃめちゃ楽しかったもん。あ、本当ですか？すごい楽しかった。どうでした、どうでした、どんな感じでした？いやー、でもなんか、歌うの、歌いやすいってのももちろん。うんうんうん、うん。そうそうそう、あったんだけども、なんか他のメンバーがどう歌うのかすごい楽しみ。はいはい、あー、なるほどですね。あ、その時が一番だったもんね。そう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 。このお二人はどう歌うんだろうと思って、そう、結構なんかあの、ね、一番なんと途中最後のとことかさ、あの、うん、はいはい、ガチ恋工場あるじゃん。ありますね。あるある。あそことかも、もう、そう、言いたいことがあるんだよって、あそこめちゃめちゃ楽しくやったけど、他の二人は一体どういう感じで収録してるの？確かに、テンションめちゃめちゃ福木さんだけ高かったらどうしようみたいな、ね。そう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 、しゃくりをこんなにぶち上げて二人はついてこれかと思って、完成聞いたら、まあ、二人とも、ものの見事に。ね、楽しそうでしたね。そう、楽しいことになってて。一番目にさ、吹雪が歌ったからさ、うん、やっぱこう、うん、吹雪合わせになってったんよね。あ、なるほどですね。確かに。そうか、そうか。そうそうそう。だからね、ここは思いっきりぶち上げていきましょうみたいな感じで。あそこだけめちゃめちゃテンション高かったの、自分、うん、あ、そうなんだ、うん、そうそうそう、他のね、ところもなんかテンション高くやったけども、はいはい、まあ、いや、ここ、次じゃここを収録しますって、よし、来たーっつって力が入るぜみたいな力が入るぜ、ここをいっぱい楽しむぜっていうのをね、確かに確かに、そうそう、ぴったりなところでしたね。いや、もう嬉しいですね、こういう楽曲、本当にね、すごい、こう、ライブもね、なかなかこう、すぐにこう声を出してっていうのはまだちょっと先かもしれないですけれども、うんうんうん、なんかこうすごく楽しみじゃないですか。想像するとこう言いたいことがあるんだよってみんなでやりたいですよね。そうそうそう、やりたい、やりたいよ、ライブ映えする楽曲なんだよね。犬ジンジャーってやりたい、やりたい。あれさ、犬って、狼では、確かに、そうち犬にされているんですけど、どういうこと、そうですよ、ね、犬、え、もうコマ犬ってこと、コマ犬ってこと、コマ犬ってことなのかな。そういうことなんだね。なんか文字数的ないろいろとかあったりとかして、多分ね、まあ、ちょっと語呂的な意味合いかな、もうあるのかなみたいな。そうだね、そうだね。え、そう、あ、ガチ恋講座のとこ、やっぱり毛も耳かわいいよって自分で言ってるところもね、確かにいいですよね、いいですよね、わかります。そうそうそう、言っちゃってるんだよな、改めて感じたところがね、そう、改めてね、そう、あれ良かったですよね、あそこいいですね、本当にかわいいんだよな。もう多分公開されてるかな、うん、TikTok とかもな、の楽曲で、そうそうそう、踊りがもう振り付けがあるんですよね、この楽曲。そうなんですな、そうなんですよね。ダンスさ、これさ、まだ多分ね、全部は見せれてないと思うんですけども、そうですよね、めっちゃ全部フルでね、ダンスはあるんだけど、うん、練習したよね、ミヨンね。いや、しましたね、これ、ね、早いですからね、テンポがまず。そう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 、この楽曲、そのダンスが百花繚乱花吹雪の振り付けしてくれた方と同じ先生で、まあ、なんか約1年ぶりにどうもみたいな感じの、そう、ね、ね、感じであって、そう、百花繚乱よりちょっとなんか最初見た時に難しいって思ってる、ダンスね、うんうんうん、いや、最初さ来た時、このダンスもう無理じゃないって思わなかった。そうそう、思ってた、このダンス踊れるか分かりませんみたいなね、なんかちょっと簡単にしてもらわないと踊れないかもみたいなことを言ってたよね、みんなでね、言ってたね、これね、まあ、実際やってみてでも踊れてますよね。そうなんだ、パワーアップしてるんじゃないですか、こうラジオのおかげでアイドル力もね、アップしてるんじゃないかと。ちょっとあるか分かんないですけど、もう、まあね、先生の教え方がうまかったんです、本当に。いい先生ですよね、そうなんですよ、そうなんです、本当にうまくて、我々もスッとね入ってってね、そうそうそう、なんか意外と踊れてしまったなみたいな。すごい、そうですよ、スッと踊ってね、そうそう、いや、我々もやっぱアイドル力高まってるけど、このラジオのおかげかどうかわからない。そこはちょっと否定させていただきたい。そうですね、まあ、ちょっと頑張っていきたい、2022年アイドル力が上がるラジオとしてねバズりたいと思っております。本当かな、本当かな。あ、それでは早速楽曲聴いていただきたいと思います。曲紹介お二人ともお願いします。はい、いろはにほへっと、あやふぶみで、せーの、おにけもたぶた。まるで桃源郷、一斉
私たちの歌を聴け。そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールの宛先はすべて小文字でhipiokur.net間違えましたです。はい、はい、またこの番組は番組のアーカイブを文化放送 V&R チャンネルに後日アップしていきますので、そちらもぜひチェックしてくださいね。なんか違うんですけどなんかデパッデパッ、あれ面白キャラみたいになっちゃった。そして番組公式ツイッターもあり、募集しているコーナーの説明もあるのでぜひフォローをお願いします。セクシーでした。なんが黙ってないのか、だんだん崩れてくるの。なんだろう、なんなん、なんなんで鼻にかけてみたんですよ、なんか。またこの番組はということで、本日の本番すぐでしたでしょうか。いや、本日もコーナーを一つ潰しちゃいましたね。いやー、そうなんですよね。喋りに行ってみたいなね、仲の良さがやっぱりね伝わってきますから、いいと思います。いっぱい喋っていただいて、はい、確かに。まあでもポイントはたまりませんでしたね。あ、そうですか。確かに、あ、そうだ、ポイントが貯められなかった。確かに来週貯めるコーナーあるかなと思うので、もしあったらぜひいっぱいいっぱい貯めていただいてね。あの、いつか使いましょう。いつか使えよ、いつか。いつか我々の会で使えることはあるんですか。そうですね、どうなんですかね。まあ、どうなん、ミミコも削りしたし、ね、いっぱいちょっと来ていただくと。そうですね、次回はじゃあ、あやめちゃんも一緒に。そうですね、そうですね。いっぱいいっぱい来たとしても、貯めるだけで使わせてもらえないっていうこともあるんじゃないですか。そうです、ね、あの、はい、来週はポイント貯めるコーナーじゃないですって。解散、はい、それでは今回はこの辺でお別れとなります。解散の解散だおいとホロライブアイドルプロジェクト白神吹雪と狼美代と、そしてホロライブスタッフの友人 A でしょ。次回もせーの、私たち